大阪青山大学はこちらをご覧ください。私たちの健やかな未来を支える人材を育成する健康科学部の3学科です。まずは健康栄養学科、プロフェッショナルとして未来の選択肢を広げる4つのコースを設定。人間栄養学をベースに一人一人に最適な栄養と食の在り方を追求し、専門性の高い管理栄養士を養成しています。続いて子ども教育学科、目指す進路に合わせて学べる3つのコースを設定しています。どのコースを選んでも保育士、幼稚園教諭、小学校教諭の資格・免許証を希望者は全て取得することができます。また実践機会も豊富で、学内には子育て支援室を設置。ここは地域に開放されているので、実際の親子と触れ合い、現場で役立つ実践力を育めます。この経験は学外でも必ず生かされてきますので、とても心強いですね。最後に看護学科、特徴は何といっても充実したサポートです。チューター制度を設けているので、一人一人の目標実現に向けて親身にバックアップしてくれます。さらに1年次の前期から病院での早期実習を実施。現場でしかわからない仕事を肌で感じ、豊かな人間性を備えた看護師を目指せます。豊かな自然環境に恵まれた大阪・箕面に位置する大阪青山大学で、皆さんも一生の力を身につけてください。